で、選択肢が4つあります。つず、つず、つず、つず。あーやられた、つずか、つずか、つずか、つずでくそー。東京にいながら津軽弁が上手くなりたい。僕は4年間青森の弘前大学という大学に通ってたんですけども、まあ津軽弁に苦労させられた4年間でした。やっぱり4年間ポチでは全くマスターできませんでしたね。ということです、今回は津軽弁を通信講座で飛躍的に上達していこうと思います。ということで、津軽弁通信講座で習っていくということで、お二人の津軽弁使いの先生をお呼びしてます。どうも、お世話になります。お願いします。津軽生まれ津軽育ちのカブトです。津軽生まれ津軽育ちのものです。まあ津軽の謎の女、まあツガールとしておきますか。結構訛り強いですよね、カブトくん。いやー、そこで育ち続けたって感じがある。そうですね、結構大人なまってる自覚そこまでないんですけどそうね、最初の5文字でわかるってすごいよな。そうですねというわけで、カブトくんにあの企画の続編を作ってもらいました。お願いします。津軽弁 3C の入試問題を作ってきました。え、前回その 2B はね、はい、弘前大学に取り入れてもらおうということで作りましたけど、その後弘大はどうですか、導入の方向で動いてますか。まだ届いてないですねまあだから 3C が用意できてないから導入してないということですよね、おそらく。あー、そうですね、おそらく。じゃあ津軽弁 3C やっていきましょう。弘前大学入試試験津軽弁 3C 試験開始。おー、来たー。第1問。よし、来い。このプリンって食っていいんず。食ってもいいばってアメジャーや。ワイハ、アメジャンダバ投げでけ。やべ、なんて。わかった。余裕だ。これさ、最初で油断したね、完全にね。もう耳がよし来たと思って1文目で。あー、はい。いや、英語でもよくあるやつだ。確かに、ハロー、アケミーから始まって、その後がやさむらば何やらばだ、マジで。マジで、3文目は分かんないな。ちょっと2回ぐらいいいですか。このプリンって食ってもいいんず。食ってもいいばってアメジャーや。ワイハ、アメジャンダバ投げでけ。アメジャー。アメジャー。このプリンって食っていいんず。食ってもいいばってアメジャーや。ワイハ、アメジャンダバ投げでけ。行ってみたいなぁ、私も。ワイハ、アメジャーや？なんて言ってんだ？アメジャー。え？何？アメジャー。え？三ラリー目だけいいですか？ワイハ、アメジャンダバ投げてけ。アメジャンバ投げてけ。あ、全部だな。アメジャンバ。アメジャンバ。なになに？こんなの日常会話ですからね。マジで。そうか。じゃあ大丈夫です。このプリンって食っていいんず。食ってもいいばってアメジャーや。ワイハ、アメジャンダバ投げてけ。このプリンって食べてもいいですか。いいけどすっごく甘いよ。暑かったからね、甘すぎたら捨ててね。アメジャーがまあ雨ぐらい甘い。ワイハはもうごめんなさいだけど暑すぎてですねじゃあスガール。このプリン食べていいの。食べてもいいけど腐ってるよ。うわー、腐ってるなら捨ててちょうだい。正解です。やったー、正解なんだ。でもさ、なんか訳した時点でもなまってなかった、なんかあれ、ちょっと一文目いいですか、もらって。え、このプリン食べでいいの。ほら、え、食べでいいのってなってるよ。いいです。今日はサニーですねみたいな感じじゃん。腐って、雨じゃ腐って。はい、そうです。雨出るって。雨る。なんか調べた結果だと、本当に飴のように甘くなるからっていう説と、あと水飴のように粘り出すからみたいな諸説あるそうですけど。オーケー、じゃあ1問目時点でツガール20点、10点いただいていいですか、高橋。いいです。わー、ありがとうございます。じゃあ2問目お願いします。第2問。7日茶服買ったできてだばってわがっちゃなんて、ちょっと肩入ってない肩って、ナノカッチャみたいな、ポカッチャ入ってるよね、完全に。ナノカッチャ完全に入ってないでしょもう一回いいですか。ナノカッチャ服カッチャできてだばってわがっちゃ
ナノカッチャ、フクカッチャ、ポカッチャ、ポカッチャ、じゃあ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 同じに聞こえるから本当にやめて。ナノカッチャ、フクカッチャで来てばってわかっちゃだな。ああ、いい感じですね。ナノカッチャがマジでわからん。ナノカッチャってカタカナで思ってるでしょ。いやそうでしょ、ナノカッチャ、フクカッチャ、来てばってわかっちゃでしょ。いやいや、いきますか、2問目回答。ナノカッチャ、フクカッチャで来てたばってわかっちゃ。7日にさ、服買ってさ、着てさ、若返ったさ。いい明るい服を買ったんでしょうね、7日に多分。チャーはもう全部さーになりましたという感じです。じゃあツガール、あなたのお母さん服逆で着てるけど分かってる？正解です。わーすげー。あーケアレスミスじゃん、本当だ。何ケアレスミスって。ケアレスミスだな。あーそっか、なはそうだね、あなたがな、そう、あなたがななんですよ。皆さんちょっと今後覚えておきましょう。これは常用単語ですよ。ナノカッチャじゃダメだね。そうだからその時点で厳しいだろうなと思ってました。服カッチャではどうだったっけ。なんでかわかんないんですけど、津軽だと服あの裏表逆、それをカッチャって言うんです。カッカッチャでが逆っていうこと。あ、そう、服をカッチャで着てた。え、じゃあさ、この車カッチャ走行だっていう。うわよ、バカ言うなよマジで。逆って意味じゃない、服を逆で着ているっていう。あ、服専属の言葉。うん。え、チャは何なの全体的に。あ、違うか、あー、たまたまチャが揃えたんだ。たまたまチャ方で。あれ、繋がってますか。いや、ちょっと悔しいな。じゃあ今のところ津がある40、高橋10、やばい、30点は行きたい。じゃあ3問目行きましょう。3問目、画像、交通標語があって、その画像送っていいですか。じゃあ第3問はビジュアル問題ということで。お、来た来た来た、交通安全で575で言ってるやつ。うーわー、コインダバワンつかんで出柄引っ張りへ。やばーじゃないよ。わけわからん。まず漢字入ってないのがすごいっすよね。漢字でも できないから。まあでも意味があるのはいいよね。そう、交通安全だから。へー、コインダバワンつかんで出柄引っ張りへ。いけてます、イントネーション。うん、まあまあ、ボビオロコンぐらい。コインだよ、マリオじゃん。なんかマリオあるあるみたいなことなんじゃない。ワンツカ聞いたことあんな俺。お、俺よくオムライス屋さんで頼んでて、そこのメニューにちょっとサービスがあって、ワンツカですがみたいな書いてあって、おお、はいはいはい、コインダバコインダバインダバコインダバコインダインダバインダバインダバコインダバ。あ、ちょっと分かっちゃったかもこれ。オッケー、できました。じゃあ3問目回答です。コインダバワンツカ寝てから引っ張りへ。こっち来いよ、ちょっと寝てから引っ張ったく。これ交通標語ですね。なんかだから事故起こした後のことですよね多分。叱ってる的なこと。なるほど。そうそう。じゃあツガールの聞きたい、お願いします。はい、疲れてるなら少し寝てから運転しなさい。おお、正解です。やったー。おー、なるほどね。この上司もね、コインダバが疲れてるなら、恋がつか疲れた、恋なーみたいなのはよく聞く。あー恋じゃーって。へー、でもこれは常用単語だろうね。あーはい、タゲ恋なーって。あ、そう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 。オーケー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 、嬉しいね。運転するが引っ張りへ、車引っ張るって。やば、牽引カーのことじゃん。じゃあもう3点ぐらいいただいとくか。では4問目、次の画像の言葉の組み合わせを正しい順に線を引いてください。おー、すごい、すごいな、出題形式の。すごい。ででん、ほー、なるほど、これを正しい順に引っ張るという。あー、引っ張るじゃダメか、運転するって意味になっちゃうか。左側が上から、のっつ、わつど、たげ、のれそれ。嘆いてる、スガールが。本当だ、意外だった、これは。やばい、え、なんかのつわつのタゲのれそれ、え、やばい。いや、俺でも一個はわかるよ。
どれ言っていい？俺タゲはわかるよ。使いこなしてたじゃんさっきそうだね、使いこなしてたね。ね、だから英語だよね本当に。 What's do are you doing でしょその What's じゃない 5W じゃないのよ。あ、来たぞってことは腑に落ちた。やばい。え、待って、めっちゃ難しい、意味がわかんない。ええー、やばいやばい。はい、津軽人用兵器じゃん。こうだ、これできた、できました。はい、大丈夫、いいのかな、大丈夫。じゃあ行きます。高橋の回答、ノッツが信じる、ワッツドが見えっぱり、タゲがとても、ノレソレがバカ者です。まあタゲがとても楽勝で、次に埋めたのがワッツド。ワーは自分なんですよ津軽弁で。はい、そうです。だから私の都合的なことで、私の都合がこの中で当てはまるのは見えっぱりなんですよ。あー、なるほど。このバカモンに当てはまるのはこのノレソレでした文字数も一緒です、ね、結果文字数でしたね。じゃあ津軽、はい、ノッツワッツドタゲノレソレ全部とても。え、これ正解です。おい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 、やばー、めっちゃ不安だった。めっちゃ不安だった、こんな線引きあるんかいって。うわー、これは 3C だわ、やられた。で、いろんな表現があるんですよ津軽弁にはっていう話ですだからこれはやっぱり学が深いといけるってことよね。あー、そうだね、解ける人は解けてるから、知識があるとそこまで可能性を広げられるんだ。ちょっと悩んでたのはそういうことね。そう、全部同じじゃんって思って。だからこれは普通にその津軽弁の難しさというよりは、兜の意地悪に対してこんなことがあっていいのかっていうそう、この企画とは異なることね確かにこれはもうお見事、やったー。バイア高橋0点、津軽20点。バカみてえじゃん本当にワッツドはワーで、ワーは自分なんですよ、私の都合的なことで難しい、この問題カットしようやめてよ、行きましょう。5問目、第5問、次の謎々を解いてください。おお、すごい面白い。道に迷った時に欲しくなるケーキは何ケーキでしょうか。え、で、選択肢が4つあります1がつず、あー、やられた、終わった、油断してた。2がつず、あ、そういうことか、さらにじゃん。で、3がつつで、4がつず。はい、皆さん、選択肢はこんな感じです。つずか、つずか、つずか、つずです。つず、つず、つず、つず。いやいやいや、二択にはなったけど、待って、つず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 。わからん、かなり慎重になってるね、カブトもそうだね、喧嘩したくないし。つずか、つずなのよ、とりあえず僕の聞こえとしては、もうつず、つず、つず、つずなのよ。あー、はいはい、多分二択なのよ、そういう意味でちょっとこれ一回答え出てから津軽にも読んでほしいな、その上でちょっと語りませんかレアつず、ブルーツンズ、ブルーツーズ、オッケー、いや決まりました俺。じゃあ5問目回答です。高橋の回答は1個目のつず、チーズですよね、言わずもがな。正解はチーズだから、イントネーションは1個目、2個目のイントネーションなんだよ、とりあえずつずで、2個目はつんずって聞こえたのよ。はい、んが見えた、つんずとはならないんじゃない、チーズがさすがに。ではつがあるの回答です。2番のつず正解です。やった、よかった、嬉しい、なるほどね、めちゃくちゃ嬉しいな。これ違いは何ですか、1個目2個目の。これ一応単語を読んでて、うんうん、うん、上からチジ、あー、なるほど、チーズ、はいはいはい、土いじりとかの土、はいはいはい、で4つ目が竹筒とかの筒、な
なるほど、俺ちょっと惜しかったんだな。うんを疑り深すぎたんだな。あーまあそうだね、確かに。うわ惜しい。ツガールがこれを読むと、つず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 。あーなるほど、ちょっとはっきり喋りました。あーなるほどなるほど、ちょっと優しめに喋ってくれたんだ。いや衝撃の問題だったなこれは、もうツガールは100点。あーすごい、おめでとうございます。嬉しい。高橋もでも堂々の13点ですよいやちょっと今後も津軽弁覚えていきたいわ。いやぜひマスターして。ちょっとこれは俺も津軽弁覚えてね、俺はツズになるわどれツズチーズなわけないでしょなんで最後の最後にチーズになるわっていうの